こんにちは。国際魅力学会の会長、マダム美智子でございます。本日の、皆さんにお送りしたい番組は、マダム美智子スピリッツ、魅力革命を語ろうでございます。で、ゲストを紹介させていただくんですが、もう一人、ゲストがおります。それは、まず、今野さんと私どもが知り合ったいきさつということで、ちょっと画像を出していただけますでしょうか。その今野さんは、なんていうんですかね、タレントさんでもないですし、芸人さんでもないですし、ちょっと画面を見ていただいて分かるように、私どもが、このパフォーマンス講座をやりましたときにご参加いただいた受講生でいらっしゃいました。その受講生に、出ていただくということで、今日は、今野さんと、それからスペシャルゲストの片岡五郎と3人でお話を進めたいと思います。今野さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、今野さんでございますけれど、片岡さん、はい、今野さんにこの番組に出ていただくきっかけ、もちろん私も知ってはいますけど、片岡さんからちょっと説明をお願いします。ドラマティックパフォーマンスっていう講座がありまして、まあ今もやってるんですけども、で、僕が非常に伝えたいっていうのは何かって、喋り方とか何かっていろいろありますけども、表現力をどうやって身につけるかっていう講座に出ていらして、そうですね、今日実際映ってて、これからパフォーマンス的なこともやっていただくと思うんですけども、どうでした、受けて。とても勉強になりました。で、すごい僕が嫌なのは、はい、いい男ですもんね。いやいや、ありがとうございます。盛んに言ってましたね、それを。ありがとうございます。あんまりいい男の人と並ぶのが嫌なんですよ。いや、先ほど申し上げましたように、じゃあなぜ出ていただいたかっていうその理由は、やはり今野さんのその時の受講を通じて、そのパフォーマンス力が非常におありになるということで、では、近野さんに出ていただくことによって、またドラマティックパフォーマンス講座を開講したときに、あ、こういう、ね、生き方をしながら自分たちの表現力をアップできるっていう、すごい元気づけになるかなということで、近野博之さんは先ほどプロフィールにもご紹介があったように、今建築事務所ね。そうです、はい。で、その建築事務所をの社長さんでございますけれど、その建築のその元となったのは何だったんでしょうか。いや、父が工務店、田舎でやってまして、はいはい、秋田ですよね。そうです、秋田でやってて、で、母親が美容院なんですね。ねえ、美容師なんですよ。で、私も兄が美容を継ぎまして、私がおのずとなぜかこう建築の道を選んだんですね。お父様の方のね、はい。で、なんか自分でいつか設計事務所を持ちたいなというのがちょっと若い頃からあったもんですから、はい、それで、私はもうあまりそういう知識はないけれども、伺いますところによると、2級建築士の資格を取るのはまあまあだけど、1級のそのなんていうんですか、設計のそういう資格を取るっていうのは難しい、普通なら、はい、まあ高校を卒業し大学を卒業して勉強するのに、はい、なんか大学行かないで遊んでたんです。遊んでたんではないんですけど、職人として東京に憧れまして、東京の建設現場でヘルメットをかぶって仕事をするのがなんか男だみたいにちょっと思ってた時期があったんですよね。それで東京中野の建設会社に就職をしたんですね。うん、はい、なるほど。そのまず見かけから男。あ、この写真撮ります。そうですね。ああ、本当。これ東京ディズニーランドなんです。現場監督やらせていただいたのはですね。現場監督に。そうです。本当にディズニーランドですか。そうです。ホーンテッドマンションでですね、鉄骨工事に行かせてもらって、あそこに私の打った炭といいますか、
寸法がですね、未だに多分コンクリートの上に残ってるはずなの。いや今こう隣にね座られて非常にダンディーなね、スタイルしているのと、ああいうこうヘルメットをかぶって工事現場にいるってイメージがなかなかね、あの一緒にならないけど、まあやんちゃでしたからね、若い時20あれ20歳ぐらいです、ね、やんちゃっていうのは、まあ、片岡なんかもやんちゃだったんですけれど、うん、そのやんちゃって何ですか、喧嘩が好きとかどんなやんちゃ。そうで、まあ、うん、ただ遊んでましたよね、好きなように友達とつるんで遊んでるみたいな感じでしたかね、若い時は。はい、それでその一級建築士の勉強はこの工務店に勤めながら勉強してたわけ。建設会社にいた時に2級建築士を取るんですね。高校を出てからあのそのまま1級が取れなくて、うん、2級建築士を取って、うん、4年の実務で1級を取る資格が得られるんですね、うんうん、で建設会社で2級取った時に、うん、私もともと工業高校であの勉強した時に、その建築の構造という学科は大好きだったんですね。で建築の学科はいいんですけど、他の学科がめちゃくちゃダメというやっぱり好きこそものの上手なれ で、2級建築士を取った時にやっぱり構造設計というものの道に行きたいなと思いまして、そしたらそこに友達からその話が転がり込んでくるんですね、設計事務所の話が。はい、思えば叶うというような。そうですね、驚きましたけども、うん、それも一回お話があの設計事務所を人探してるよってお話あった時にちょっと迷ったんですね、あの2級取ってすぐ建設会社辞めるのも気が引けると、で田舎に父親の工務店も継ぐのかなとか少し漠然と思ってたんですね、そしたらその話し合った設計事務所に人が就職しちゃったんです。でその話がなくなったんですね、そしたら1ヶ月経ったらその就職した人が辞めちゃったんですね。でその話がまた私に転がり込んできたので、速攻じゃあ行かせていただきますという、そういうあのことになりました。なるほどね。やはり、はい、あの私たちの知識っていうとテレビなんかで、なんかこうリニューアルするね建物やなんかっていうのと、あの設計の人って設計しかしないのかと思ったら自分で釘打ったりとか、なんかいろいろ削ったりもできたりとか、すごいいろんな能力持ってなきゃなんないでしょ。そうです、いろんなあの分野がありますので、あのプランニングする人とか、あの工事する人もいるんですけど、私は完全に骨組みの計算をする仕事ですから。なるほどね。頭の中はコンクリートと土と鉄筋と鉄骨みたいな感じですけど、いや全然見えませんね。しかしどうなんですか、秋田でお父さんがおになったじゃないですか、秋田でこう家を建てるっていうのと東京で建てるっていうのってやっぱ違いますか。そうですね、ちょっと私もその時は迷って父に電話を一回してるんですね。ああ、はい、あの継いでほしいと言われたこともなかったんですけど、あのとりあえずちょっと設計事務所に行きたいんだよって話をした時に、しばらくああとこう沈黙になってから、まあ、お前の好きな道に進めって言ってくれて、それから転職を決意したんですね。でその後に帰ってから継がなくてよかったのかって聞いたら、ね、この秋田の半年雪の中で何が仕事あるんだっていうような、そんな言い方をこうしてたので、基本的には秋田だと冬はみんなあの仕事しないで手当みたいなもので生活してたと思いますんで。でもなかなかその同じ道を進もうとしていると、まあ修行としては他の土地に行くのはいいけど、最終的には自分のやっている場所に帰ってきてほしいっていうのは親御さんの大体の考えですよね。そうね、それはやはり非常にお父さんが懐が深い、お母さんもそうです、美容室をね経営しているお母さんもやっぱりそういうことだったんでしょうね、だからそういう意味では本当にその今野さんの才能っていうのがこう花開いて、非常に爆発的に会社が成功を収めていくわけね。そうですね、本当に出会いですかね、いろんな人に恵まれてなんとかなってますもんね。いやなかなか。おいくつの時にあの会社作られたんですか。今18年になりますから、
37くらいですかね、まあまあ、一番こうでもまたね四ツ谷のいいところじゃないですか、あれがまたあの巡り合わせでですね、あの私の知人同級生が勤めてる設計事務所がですね、大きな事務所を借りちゃったらしいんですよ。で半分空いてると、だから半分間借りしてくれないかっていう話が来たんですよね。いや独立してまで人と一緒は嫌なのでって断ったんですけど、あのそろばん勘定したらなかなか資金がなくて、まあそこのいた所長さんと話して嫌なら出ればいいんでっていうような話だったので、ちょっとお邪魔してそこで4年5年ぐらい本当にあの半分使わせてもらってやってたんですよね。それでやっぱり四ツ谷私もよく分かんなかったんですけど、行ってみると足回りがよく、そうだよね、それで住み着いてしまったといいますか、でも、一つ伺いたいのはね、まあ普通、まあ、看板を出しますよね、でもちろん営業に行ったりするんですけど、その建築事務所っていう看板を見て来るお客さんって、まあ、クライアントっているんですか、やっぱりもう営業ありきですか。そうです、うちは、まあ、一つの大きな会社と取引をずっとしてますので、そこの全国の仕事をやらせてもらってますので、今はあまり営業がなくても大丈夫です。初期には結構歩きましたけど。ご自分で、要するにトップ営業という。そうですね、あのもう元々私も他の行動事務所を勤めてからの独立だったので、いろんなところをあの回って、すでに人脈があったっていうことですね。そうですね、そこは全く知らないところにこっちはっていうじゃないですよね。ですから、まあ問題ありますかってこうなんかこう大変なものだったらやりますよっていうような話をして、あの大変な設計だったらうちでやりますよみたいな、そういうすごい、それは大変ということは何が一番問題、土地に問題があるとか、まあ、設計そのものが複雑だとか、まあ、そういうことですよね。ですからもともといた構造、もともとからある構造事務所がいい仕事を持っていくわけですから、あの、まあ、余り物でもいいですからやりますよみたいな、そういう意味合いで、でもあの社員さんが16名もいらっしゃるってのは、そうですね、今は増えたんですね。建築の会社して16人いらっしゃるってのは大きいですよね。そうですね、おかげさまで。設計部門と実際 の、まあ、あの現場に行く方たちと、現場といいますか図面描く部隊とですね、あの設計する部隊と、あとマネジメントをする部隊といいます、で結局そういうあれをしながら、まあ、どん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 成功の道を歩きながら結婚もなさって、同じ秋田美人ですね、秋田出身の、ね、高校時代に知り合ってますので、知り合ってからは長いんですよ。同窓生。そうですね、あの田舎なので、あの高校がですね隣の隣町まで行くんですね、でそれで私が工業高校で、あの彼女が女子校というそういうシチュエーションで、でそういうのって破れちゃうんですけどねそれがずっとあの付き合ってたわけではなかったんですけど、ずっと知り合いでなんかこう仲良くしてたのが、私が上京した後に彼女は一人娘だったので田舎で就職したんですけど、看護婦になりたいと、で看護学校行って、あの今度東京の大学病院に就職をして、まあ、そこでまた会うようになってと。じゃあ遠距離恋愛ではなくて、そうですね、東京という、まあある意味黙ってると孤独になっちゃうようなところで同郷の奥様と愛を深めてゴールインと。そうですね。いやそれはなかなか。この間ゲストで出ていただいた浜田光雄さんと一緒ですね。浜田光雄と吉永小百合さんっていう。いや、それ言っちゃいないですけど。いや、でも本当にそうやってどんどん成功の道を仰がれて、私どものドラマティックパフォーマンス講座に、出ていらした時にちょっと伺ったら、何かこう物足りなさ、成功という生活、それからまあ男としてのプライドを満たせる、まあ社長としての立場も結構安泰だと、それなのに何か足りないと思った、欲しいと思ったのか、何だろう、それで参加なさったっていうことをいろいろお話ししましたね。はい、しましたですね。何だったんでしょう。そうですね、まあ、多分性格的に何かをこう追い求めてないと退屈になる。退屈ね、まあ、変な言い方ですけど、今はあの会社を作るのに一生懸命やってるんですけど、
もっとこう違う、 こう刺激的なものも欲しかったのかもしれないんですけどね。その刺激的なものを何に求めたんでしょう。またとってもね、あのそういう言い方はすいません、よくない、私の女性が言ってはよくないんですが、男性ですと奥様以外のね恋人を持たれるとか、お酒を飲むとか、まあ、ギャンブルもするとか、海外旅行をするとかっていうところで、まあ、一種のこう癒しも求めていったりしますけど、はい、そういうのとは違いますよね。あ、そうですね、違いますね。なんていうかな、私が感じたのは哲学的な何かをねもっとその自分の求めているもの自身が何であるかを知りたいっていう、 そうですね、そんな感じですよね。何かを求めるっていう、例えば片岡さんなんか若い時、うん、何かのご縁で、うん、俳優になろうと思ったらそのままずっと俳優じゃないですか。求めるっていうより、はい、そこに入ったらずっと俳優でこの年まで来ちゃったと。いや、ほんまにできないから才能はいっぱいある方はいいですよ。僕らってそれしかなかったもんで、もう50年も役者やってるわけですよ。だから今野さんの場合は、私最初お話してても何かもう求めるものが決まっていて、うん、そのレベルに達するために努力するのかなってで最初思ったんですね。例えば変な話、全然違うけど、例えばお坊さんになりたいと思ったと、ね、はい、それからいろんなことを整理していろんなことをその下脱しながらこのお坊さんになっていくっていう、その求める先が分かっててと思ったら、うん、そうじゃないのね。何を自分は求めているかということを知りたいっていう感じがしたの、はい、そうです、そうです、はい、ね、はい、だから私たちだってそうですよね。なんかいろんなことやってるけど、ふっとこう空想な気持ち、虚無感、はいはいはい、その時に私ここで何してるのかって思うんだけど、大体はやっぱり生活に追われるというか、何かそういう責任にを背負っているとかっていうので、そういう迷いを徹底的に追求できないんだけど、今野さんはそれができる、まあ、生活のゆとりがまずあるってことよね、うん、ね、その生活のゆとり、それは大きいですよね。そのゆとりが来るまでものすごい努力してるわけよね。まあ、そう、まあ、努力、そうですね、あんまり努力って思ってもいなかったりするんですけど、だそれがまたあなたの強さですよね。このなんか夢中になってるんですよね、いつも。それで夢中になっていて、あ、ここまで来たってなった時に次に夢中になるもの何なのかなって思ったりしちゃうもんですから、ちょっと一段落つくと何をしようかとするのが使命なんだろうとか考えちゃうわけですね。使命ね。それでいろんなセミナーにお勉強し始めたわけね。そうですね、いろんなとこ行きますね。それでいろんなところに行った中には、そのある種の何、まあ、宗教とは違うけどそういったものもあったりとか、いろんなお着物を、うん、そうですね、はい、着ることに対して追求したりとかなさっているわけですよね。今ヨット、ね、ヨット行きましたね。あのライセンス取ったんですね。あ、それともう一つは、あの私の娘もその勉強するためにアメリカまで行ったんですけど、はいはい、このバーガー、ガーバーさんですね、そうですね、はい、ミスターマイケル・E・ガーバーさんの起業家の神話の思想に触れ、はい、そういうことだったんだと感銘を受けて、ドリーミングルームを受講にアメリカまでいらしたと。そうです、はい、そのガーバーさんの主張するところで、うん、そういうことだったんだと感激っていうのは何でしょう。で、あの私職人として独立した時も、うんうん、あのいい設計をしたい、はい、で自分がこう自分の設計はどうだみたいに設計だけをしてきたんですけど、うんうんうん、社員が10人ぐらいになっていくと、はい、それだけで何ともならなくなってきたんですね。それは社員さんをその、生かして働いてもらう上で、そうです、そうです、うんうん、自分がただ設計している職人さんなので、うんうん、経営ができないですよ。そんな成功してきてるのに、そう、経営すること、それがガーバーさんの起業家の神話で、プロフェッショナルとして一つのことができるということと、うん、経営は全く別ですよ、うん、ですね、っていうことだの話だったんですね、うんうん、ですから、あの一生懸命やってきた中で、あのなかなかこう経営していくことが分からなくて、うん、
そんな時にガーバーさんのその起業家の神話の本に知り合って、うんうん、そのドリーミングルームに出会うんですね。で、いろんなセミナーは行ってたんですけども、はい、いいとこだけ会社に取り入れるんですけど、全体のことが分からなかったんですよね。それがガーバーさんにのドリーミングルームで教えてもらって、うん、そういうことだったのかというので、それはちょっと分かりやすく、はい、お伝えすると、皆さんにお伝えするとどういうことですかね。そうですね、企業どういうことという、リーダーというものがですね、うん、一つのミッションといいますか、目標を掲げて会社をこう作り上げるっていうことが、うん、その経営者の役割なんですよ、はいはい、ただ単に自分が仕事していることではなく、うん、まあ、マネジメントをする、うん、で今度経営する、うん、で幼少期と青年期で成長して、うん、経営者としたらもうそこから、まあ、俯瞰するといいますか、はい、そして会社を全部こう作っていくのが経営者なんですよ、うん、という、うん、ずっと社長が職人でやっていると何もこう周りが見えないという。そうすると、その思想っていうと、どっちかっていうと中小企業的な発想ですね。そうですね、スモールビジネスに対しての、ガーバさんはスモールビジネスの蘇らせるという、うん、そういった例えば美容師なんか全くその通りなんですけど、技術を追って良い技術をすればお客様が来る、うん、ある時期それはそれ間違いないですし、はいはい、その技術に憧れた部下がね、うん、ついてきて、まあ、一応反映しますよね、はい、ところがある程度部下が育ってきて、はい、部下も結婚したりとか子供ができたりっていう風になっていくと、まあ、収入の問題とかいろんなことを含めて、はい、やっぱりその責任も背負うって時に技術だけやってると見えなくなっちゃうんですね、うん、そうです ね、まさにそのだからそういうところで私も美容サロンを経営してましたけど、うん、そのなんていうか接点から離れて、うん、俯瞰するところまで行くのが、うん、まあ、今美容界もそういう状況がいっぱいありますけれども、うん、そういうことなんですね。そうですね、ですからよくナンバー2が育たない、ナンバー2が育たないって言うんですけど、うんうん、はい、育つわけがないんですよね。わけがない、自分がナンバー1でいたいので、うんうん、許さないわけですよ、自分にはできない人は。ですからそこから抜けた時に初めて会社で新しくナンバーワンが、ですからナンバーツーが欲しいんじゃなくてナンバーワンが欲しいんですよね。なるほどね、そういった位置に自分が行けたといいますか、今は考えはそういうふうになっていますね。それが大きかったと思います。当たり前って言えば当たり前、そうなんです、知ってる人みんな知ってるんだと思うんですよね。そうですよね、当然そうならなきゃ事業としてまた、うん、まあ、中小企業零細からまただんだんあって大企業なんかっつったら、うん、逆に言えば部下が一体どこの部署で何やってるか分かんなくても、うん、それぞれのリーダーがいるから、うん、まあ一種のこう島がいくつかあって、はい、その島を全体まとめてるのが、まあ、会長とか社長とかになりますよね、うんうん、はい、それを中小企業でもやらなきゃいけないと、そういうことだと思います。そういうことなんですね、はい、でそういうものを学んだけど、まだなんか足りないと。まあ今ヨットって話が出ましたけど、何かもっと夢中になるものを探してらっしゃるの？だから今会社はそれで会社作りにすごく力入れてますので、そこは今燃えてやってるところなんですね、うん、ただ今ヨットの話はですね、私若い田舎が秋田なんですけど、はい、海が近くて、はいはい、ずっと海が大好きなもんですから、たまたま東京来た時に湘南行った時にみんなあそこの湘南の海で遊んでる人たちを見て、俺もいつかここで遊んでやるってこう田舎者ですから思ったわけですよ。で小さい一級建築所を取った時に小さいヨットを、ディンギーヨットという小さいのを乗ってたんですけど、まあ結婚する時にそれを処分しまして、でもう20年以上ヨットのこととか海のことはもう忘れて仕事にずっと追われてたんですけども、一昨年葉山にちょっと友人から連れられて行った時に、ヨットハーバーを見た時にそれがこう蘇ってきたんですよね。うん、なんかこう細胞がこう、うん、青春のような感じで、青春の血がたぎるような、ああこのやっぱり大きいヨットに自分で操船して乗ってみたいなというので、まあ、最近また、行ったりしてる、うん、またちょっと違う活動もなさってるので、はい、うん、そのお話をする前に一回コマーシャルをお願いします。はい、
まあヨットに憧れるなんていうのは一度はね男の子はあるんじゃないですか。特にあの片岡さんの時代なんかほら石原裕次郎さんがね、あのヨットっていうあの時代映画にも随分使われましたし、まあ湘南と、やんちゃな男の子たちっていうのはすごくあるイメージがあるんですけど、またその他に、はい、なんていうクラブですか、クラブっていうか琴花セミナーでしょうか。琴花セミナーというところをバックアップなさってる、まあ、バックアップって言いますか、そこのセミナーを受けてですね、うん、その後、まあ、お手伝いと言いますかアドバイザーをやらせてもらって、今は卒業生たちで作ってる会の今代表をやらせていただいて、そのこと花です、ね、こと花、はい、そのちょっとこと花という説明を、はい、こと花セミナーはですね、言葉心の花というのを心の花、詰めてこと花セミナーなんですけども、もともとはあのデール・カーネギーという人の、あの人を動かすという有名な本があるんですけども、あの教えといいますか、あそこでインストラクターしていた先生がですね、あの自分で今度日本流にそれをアレンジしまして、うん、いやあの人間関係とそのスピーチといいますか話すということのセミナーをやられてるんですね。それじゃあやっぱり、外アメリカから来た考え方、そうでしょうね、そのデール・カーネギーコースというのは日本に、デール・カーネギーのはいろんな、まあねあのはい、セミナーがありますけど、そこのインストラクターやったんです、ね、あそのインストラクターの方ももちろん、うん、日本人、日本人の方で、の方で、ああなるほどね、いやあの私なんていうんですか、そこを非常に興味持ちましたのは、はい、私は、まあ、魅力学8つのメソッドっていう中に、うん、あの美容とか服装とか表情とか、ね、知性とかいろんなあるんですけど、その中に、和法っていうことじゃなくて、うん、言葉っていうその魅力には言葉っていうものをよく知らないといけないっていうのが入ってて、で私もその魅力学を通じて、指導してますけど、片岡も、まあ、言葉の世界で生きてきた人ですよね。だから同じバカ野郎っていうのでもね、ちょっとやってみてください。あの僕はよく言うんですけども、ええ、あの人を殺すのにはね、ええ、刃物はいらないよ、言葉で、大体今、まあ、昨日も言ってきたんですけども、たまり場っていうところの引きこもりの子どもたちっていうのは、言葉でみんないじめられて、だから言葉っていうのはどれぐらい大切なものかっていうのが、だんだん粗末になってくる。特に今はもうインターネットでほとんど全部、インターネットで言葉を読むと、ほとんど感情がなくて、字面しかないんですよね。だから言葉の中の心をどうやって相手に伝えていくかっていうことをすごく言うんであって、うん、あの強い言葉、強い言葉っていうのは物理学的に言うと、強い言葉っていうのは前歯に息を当てると強くなるんですよ、うん、バカ野郎っていうのは非常に強いですよね、うん、バカ野郎ってこの中の上に音を当ててあげると丸い声になるんですね。だからそれをまあ、子どもたちってのは割とすぐそこでやってくれますからね、やってみなっていうとね、分かるんですね自分で、ですから一番大事な、自分が今どこでどうやってお話を相手に通じるためには何が必要だって、あのそれを僕はあの自分のセミナーなんかでも教えてるんですけども、あと大切なことっていうのはあの音程なんですよね、ドミソ、僕はドミソって分けてるんですけども、あの大体怒る時っていうのは高くなるんですよね、で大体僕なんか役者で悪役やってる時は低い声になってるんですよね、どうだいあいつ切ってこいっていうのはあいつ切ってこいになっちゃうとねだからそういうのって僕はあの今だからこそすごくおやりになってることは大事だと思うんですよね。やっぱりその話か和法ってなると、まあ This is a pen の文法みたいに、私はこうこうこうですっていう、そういう基本的なことも大事なんだけど、その中に含まれる言葉ね、先ほど片岡が言ったように同じバカ野郎って言うんでも、本当に軽蔑してバカ野郎っていうのと愛を持ってバカ野郎そうじゃないだろうって思わせる何かとかってなると、非常に心
っていうものと、それから不思議なんですけれど、汚い言葉を使ってると汚くなるね、うん、私も相当汚い言葉を使ってすいませんすいませんけど、やはりだから僕がこうやって汚くなってたの、あの綺麗な言葉っていうんではないけれど、きちんとした言葉を日本語を知らなきゃいけないなっていうことを、年を取れば取るほどね、まあ自分の影響力が大きくなるわけですから、今言ってる日本が非常に流行ってる言葉でおもてなしっていう中に、その言葉、綺麗な言葉、これものすごく大事なんですけど、どうですかその辺は。そうですね、あの話すということと同時に、その人間関係っていうことと同時にやりますので、結構2ヶ月半という長いスパンでやるもんですから、結構私いろんなセミナー行ってる中では、そのセミナーは別格にいいなと思っていて、今受講したのが5年前なんですけど、それより未だこうそことつながってるんですよ、それを、その皆さんその卒業した方や何かで集まって、ちょっとしたパーティーを開くとか、そうですね、あのオープンセミナーといいまして、まあ、セミナーをやって、まあ、飲食といいますか、そういうことをやるんですけど、セミナーも今セミナー大流行りですから、いろんなところあるんですけど、どこにもないものを私が企画してやってるんです、例えば秘密から最近やったところでは、まあ、カラーはよくあの、うん、合う合わないのカラーあると思うんですけど、カラーとですね、カラーの先生とあのトゥモローランドの店員さんだった人と組み合わせてですね、そこでショップ展開をして、そこにお客さんが来て、カラーも説明しながら、こういう洋服を選びましょう、しましょうというようなものをストーリー仕立てでセミナー作ったりですね、あとはあのまあスピーチとかの、いう意味ではスピーチ大会とかではなくて、スピーチ祭りというものをやってですね、あの5人ぐらいのチームでですね、スピーチ合戦をしてですね、点数をつけてこう競わせるとかです、ディベートとは違うんですね、違うんですね、いろいろ題材がありまして、まあ、子供時代だったりとか感動の話とか、いろんな行動を起こさせる話とか、題材があるもんですから、その題材を持ってですね、あの戦わせるんですね、であの評決は誰がするんですか。それはあの見てる観客の人がですね、点数を観客を集めて、そう、あの大体いつもセミナー50人60人ぐらい集めてやってますので、それは面白いですね、それで私があの司会したりしてます。ああ、そうなんですか、それはやっぱり、ライフワークみたいなものですか。そうですね、今ライフワークになってますね、年に3回はそれありますので。ああそうですか、一度お邪魔したいですね。ぜひお願いします。ちょうどあと12月の謝恩会というのがあってですね、その時には別名が大人の学芸会ですから、出し物をして、いいですね、一度私も女装したりして司会したりしてますよ。髭はどうするの、そういう時は。髭はそのままですね。それと何かこう和服、あ、そうですね、和服がお好きになったの、それとも前から和服のお写真もありましたよね、何かなかったっけ。ああの和服を、はい、あのお好きっていうか。そうですね、それはあのたまたま2年ぐらい前ですかね、あの着物でお花見をという会に誘われたんですね、でその時にあの私はジャケットで行ったんですけど、着物もなくて、その時に来た50代の女性たちが素晴らしくかっこよかったんですね。こんなにかっこよく洋服みたいに着こなし、その色使いから何かがすごくて、いや、このさんも着たらいいんじゃないとか言われて、で早速その着物服協会などと行って、そこで、帯の結び方と着方一回聞いて、速攻あの着て、そうなんですね、で着てるんですね、普段は。着て、え、普段着てんの？普段あの時間、会社、まあ、会社以外は、時間ある時は自宅って言いますか、家で着物着てブラブラしてます。奥様は？神様はまだ着てないんですけど、持ってはいるんですけど、まだ着てないですね。女性の人なかなか着るのが大変みたい。そうですね、でもまあ簡単に着る方法っていうのもいくらもあるんですけれども、今ね、うちの番組でやってるじゃないですか、私どもの番組で和装備っていう、やっぱり日本の着物っていうのは単に着るものではなくて文化ですよね。そうですね、はい、だからやはりどこの国にもその国らしい
服装があるのと同じで、私たち海外行っても着物っていうのを着るとですね、非常にモテるわけですよ。もう着物の持っている魅力っていうのはあるかと思うんですね。ですから、まあ、着物全体のその、まあ、ビジネス的に言えば昔より相当ね、まあ、落ちてきたっていうのはおかしいですけど、そうあってはならないっていう思いが今、歌舞伎界からなんかも出てきてますし、いろんなところで文化的な要素とやっぱりその自分の普段とは違う魅力が、その本来の日本人の着物である着物を着て出せるっていうことを再確認し始めているわけですね。はい、じゃあ昔の着物と同じかっていうとね、私はミスインターナショナルとか、まあ、いろんなそういうコンテストのお手伝いしますでしょ、全然着物の丈とかが合わないわけ。そうです、ね、昔のあれで作ってからすごく背が伸びちゃって手は長いでしょ。で、私なんかでも普通男もん仕立てにしないともう手がこう出ちゃうんですね。それでも原則的にあの着物のね、端の幅を崩さずにどうやったらっていうので、着付けや何かもかなり服なんていうんですか、洋服っぽくしながら現代にマッチさせてるっていう、の動きというか、そういうものを知らせていこうっていうことが非常に多くなってますから、はい、今今野さんがおっしゃったように琴の葉、琴花、琴花の中に言葉とまたそういったね、はい、ああなるほど、はい、ジャパニーズ的な魅力、はい、外国の方が言うその着物とはやっぱりちょっと違うんですよね、やっぱり日本人が、でね、まあ、片岡さんは何ですかね、時代物が多いから着物はねでもね、なかなかやっぱここが合わないですね。そうですね、体がね、今野さんはどうですか、長さ。私はリサイクルショップでも買ったりするんですけど、ちょっと出してもらいます、ね、そうですよね、そうですよね。でもでもいつもおしゃれですからね、ちょっとおしゃれな話を伺いたいんですけど、はい、僕はもう今日来る時に、はい、どの色で着てくるのかって思ったんですよ、はいはいはい、で、マダムは何って言って、これ赤っぽいのやつ、はい、で、じゃあ俺は何って、多分ね、やっぱ紺系統の色だろうと思ったんですよ、はいはい、だから僕は全く白くと思ったんですよね。で、すごく気使ったらおかしいんですけど、どういうふうなおしゃれをなさってるのかなって、何を一番気になさってますか。自分の好きなものを着るというだけなんですけど、でもやっぱりそのカラーの方のコーディネートのセミナーをやったりするから、自然に知識みたいなものも入ってきてるでしょうね。そうですね、まあ、知識で言いますか、私がっていうのは変ですけど、ファッションとか好きになったのは20代の中ぐらいだったと思うんですね、ですから自分でコーディネートができるようになるまでは10年以上かかってます、ね、やっぱ努力はしてるなって自分で思います。日本にイギリスからハケットというブランドが来たんですね、その池袋のメトロポリタンプラザのショーウィンドウを見た時に衝撃が走ったんですね。かっこよすぎて、で、私前の設計事務所が、なんで後ろ行かないで、この横横見てもらう池袋だったもんですから、そのお店に入り浸るんですね。私好きになるとそこのショップみたいなところに毎日行くんですよ。毎日？昼休みとかほぼ毎日眺めてるわけ？全部買うっていう、買うことはそんなには、まあ金銭的なものもありますけど、その店員さんと話をしてる。そうするとやっぱ店員さんたちはみんな大好きですから、いろんなことを教えてくれるんですよね。ですからそれで英国のトラッドというものを知ってから、自分はイギリス人だと思うようなほど、ちょっとさ、ちょっと全部は映んないかもしれない、立ってみて、ありがとうございます、立ってみて、はい、全部は映らないかもしれないけれど、はい、今日はこんなようなコーディネートでいらっしゃいますね。はい、ありがとうございます。で、持ってるのもおしゃれですもんね。前パフォーマンス講座やった時に、はい、休み時間があって、はい、ちょっと外に行ってきてって、はい、言った時に、持ち物やなんか、いや中は見ませんでしたよ、でも見たら役者が3人揃って、はい、おしゃれだよね、ありがとうございます、珍しいおしゃれだよねって、
それはもう手帳から何からおしゃれなんですよね。いやー、ありがとうございます、嬉しい限り。もうね、いろんな話聞いてこうもう時間もなくなってきたんですけど、その最初に申し上げましたように、その魅力革命っていうのは基本がね、それぞれの仕事でも基本はあるんだけど、その基本を守りながらご自分らしい生き方をして成功できた本当に素晴らしい方で、で私どもは今野さんは特例っていうふうにご紹介してるわけじゃなくて、ご運がいいとかいい人に恵まれたとかおっしゃってますけど、やはり経営の基本的な勉強一からアメリカまで行かれたっていうことは言うに言えないご苦労もあったと思うのね。それを言わないで現在があるっていうことをぜひとも皆様に知っていただきたいと思います。で、結果としておしゃれであったり、またそういうセミナーを企画なさってたりすることも含めて、人にはいろんな魅力の能力があるっていうふうに私は思いまして、この魅力だけじゃなくて、魅力って新たな能力ですから、そういうものをね、どん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 こういくつでしたっけ？今52になりました。52の私から見ると息子のような、存在でございますけれども。片岡70、私73歳、それでもこういう方に出会うと負けないぞみたいな、ね、頑張るぞみたいにね思えますよね、片岡さん、ね、だからおしゃれな人と会ってると本当に楽しいんですよね、反対に。わ、これはどこでお買いになったのかなとかねこのズボンと上着とすごいマッチしてるなとかっていうの、なんとなくおっしゃったらだらしないところがあるんですよね。そうです。なんでかっていうと衣装部行って全部着替えなしゃないじゃないですか。だからちょっとスターさんになると浴衣で来ちゃうんですよ。でもうすぐ脱がなしゃないから、だからいい格好をしてると、衣装合わせの時から大変なんですよ。だから本当に役者っていうのはおしゃれの人は少ないですよね。そんなこともないと思いますけれどもね。いや、僕の周りはそうだったでも今日は無理に出ていただきましたけど、グラン、自分でドラマティックパフォーマンス講座の優秀な生徒さんであると同時に、皆さんにもねヒントになっていただけた、今野博之さんのご登場だったんですけど、感想一言最後におっしゃっていただけますか？いや、口の中が乾くぐらい緊張しましたけど。あ、そうなんですか。でも、楽しかったです。ね、はい、ぜひぜひ、このご縁を通じて、ドラマティックパフォーマンス講座の卒業生として、いろんなことをやっていただくようになるかもしれませんので、皆様どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。今度はまたお茶のことだけお話ししてください。ありがとうございます。ありがとうございます。